ザルツブルク S バーンはザルツブルク市を含めるザルツブルク州、バイエルン州のベルヒテスガーデナーラント軍及びトラウンシュタイン軍で運営される公共交通システムである。路線網は5系統で構成されて2004年以来運営されている。S バーンの運営会社はエネルギーと公共施設会社のザルツブルク株式会社、オーストリア連邦鉄道及び ベルヒテスガーデン地方鉄道である。多数の S2 系統列車は、シュトラースバルヒエン駅で普通列車に、ベルス中央駅で、上、オーストリアイスバーンの S2 系統に転換され、そこから、リンツ中央駅まで運行される。週末や休日には、S2 系統は、ベルヒテスガーデン方面に往復で運行されることも、ある。2005年から、西側の路線に、駅新設が始まって、 2006年6月に、タクスハムユーロ公園駅が開業された。ミュルニコール旧市街駅とアイグルホーフ駅の建設は2005年の秋に開始され、両駅は2009年12月に開業された。2013年12月15日は、ザルツブルクリファーリング S バーン乗降場は、フライラシングザルツブルク区間で最後に開設された。 2009年から2014年までザルツブルク中央駅の改修工事が行われ、中央駅は遠距離列車用貫通線路の追加及び S バーン用乗降場によって機能の側面で改善された。その上、中央駅は完全に利用しやすい駅となって地下道で市内中心地へ接近するのが改善された。2017年フライラッシングザルツブルクリーファーリング 区間は3線伏線で完全に回収された。同年12月 S2 系統はフライラシングまで延長された。連邦鉄道によって運営される S2 系統と S3 系統には3編成の4023型電車と4編成の4024型電車が主に運行されている。ザルツブルク株式会社担当の S1 系統と S11 系統は ジンマーリング・グラーツ・パウカー製の直流型電車、SLB 電車四十 k 及び五十型で運営されている。二千九年十二月以来、BLB 鉄道はフライラシング・ベルヒテスガーデン区間で S4 系統を運営し、シュタドラー製フラートを投入した。二千十七年十二月まで連邦鉄道のタレント電車が BLB 区間に BLB のフラート車両が フライラシング、ゴリングアプテナウ区間で走行する場合もあった。4744型電車が S2 系統に導入されたのは2017年12月だった。すべての系統はザルツブルク運輸連合に統合されている。ザルツブルク市内には一つの切符で S バン列車とバスを利用することができる。連邦鉄道の発行する様々な切符は S バン列車にも有効である。 ドイツ鉄道のバイエルンチケット及びドイツ全国縦断段チケットの所持人はフライラッシングザルツブルク駅区間で通行できる連邦鉄道の列車時刻表101190番参考 S バーングリスザルツブルクフレーラッシングフェアティヒインザルツブルクオフアットオブジェルフェン AM10 ディセンバー2017ザルツブルク S バーンの変更事項インエピンブ インフォでモビリティとスポータルフィアビファインダーと冷戦で、ありがとうございます。